アーネスト・ベビンは、イギリスの政治家、労働組合のリーダー、労働党の党員である。彼は、強力な、運輸一般労働組合の共同創設者の一人であり、1922年から1940年まで、その初期長を務め、戦時連立内閣においては、労働大臣を務めた。ベビンは、英国の雇用状況と国内産業に対する労働力の供給を、 最小限のストライキと分裂にとどめつつ最大限のものにすることに成功した。彼の最も重要な役割は終戦後の労働党内閣で外務大臣を務めたことだった。彼は米国の財政援助を獲得して共産主義に強く反対し北大西洋条約機構の創設を後押しした。ベビンの在任期間にはイギリス移民党治領パレスチナの終焉と イスラエル国家の創設も見られた。1920年当時のベビン・ベビンは、イギリスのサマセット州、ウィンズフォード村で生まれた。母であるダイアナ・ベビンは、1877年以降、自分のことを未亡人だと言っていた。父親については知られていない。1889年、母親を亡くした後、ベビンは、デボン州、コップルストーン村に移り、 腹違いの妹の家族と共に暮らした。正式な教育を受けたことは、ほとんどなく、ごく短期間、2つの村の学校に出席した後、デボン州のクレディションにある、ヘイワードスクール2890年から92年まで、通っていた。後に、ベビンは、子供の頃のことを解雇して、家族の中の読み書きのできない大人たちが助かるように、 新聞を声を出して読んでほしいと頼まれたことを述べている。11歳の時に肉体労働者として働きにでその後ブリストル大型トラックの運転手として働き、そこでブリストル社会主義者協会の会員となった。1910年に公湾労働者組合ブリストル支部の初期に就任、1914年には同組合の全国初期長になった。ベビンは 大きな体格の屈強な男性で、政治的に結出する頃までに、体重も相当に重くなっていた。強い西部のマリのアクセントで話し、それゆえある時には、内閣のメンバーが、ベビンの話すのを聞いて、Q&I と言っているのか、それとも U&I と言っているのかわからない、といったことが起きたりした。ベビンは、バプティストの神徒伝道者として、 当時から演説能力を磨いていたが、労働党のプロ活動家になるため、伝道師の職業は諦めた。ベビンは、ブリストルのワインショーで、ワイン市委ン鑑定士の娘であるフローレンス・タウンリーと結婚した。彼らは一人の子供、娘、クイーニーを授かった。フローレンス・ベビンは、1952年に大英帝勲章デームコマンダーに任命された。1922年に、 ベビンが創設者の一人として携わった運輸一般労働組合はすぐに英国最大の労働組合になった。組合の初期長選挙で彼はイギリスの優れた労働階級指導者の一人となり彼らは労働党において最も強い支持者となった。政治的に彼は労働党の右派であり共産主義や直接的な行動に強く反対していた。その理由の一端としては 彼が被害妄想的な反ユダヤ主義者で共産主義をイギリスに敵対するユダヤ人の陰謀とみなしていたとも伝えられている。ベビンは1926年にイギリスのゼネラルストライキに参加したが、そこに熱意はなかった。ベビンは議会政治に対した信念を持っていなかったが、それにもかかわらず結成時からの労働党、会員であった。 1918年の総選挙では、ブリストル中央区で戦うもうまくいかず、保守連合のトーマス・イン・スキップに敗北した。ベビンは、初めての労働党首相ラムゼー・マクドナルドとの関係が疎遠で、1931年の経済危機において、マクドナルドが保守派と国家政府を結成した際にも、彼に驚きはなかった。1931年の総選挙で、ベビンは、 ゲイツヘッドで争うよう残りの労働党指導者らに説得され、これが成功すれば、都宮の初期長でいられることを理解した。国家政府の圧倒的勝利は、ゲイツヘッドにて自由党のトーマス・マグネーを相手に、大差で敗北する結果に終わった。ベビンは、組合員への物的恩恵は直接交渉を通じて、獲得するもので、ストライキ行動は最後の手段として使われるべきだ。 と信じていた労働組合員だった。例えば、ベビンは30代後半に、有給休暇を従業員のより広い範囲に拡大するという、労働組合会議によるキャンペーンを推進し、成功に導く手助けを行った。これがついには1938年の休日、賃金法になり、1939年6月までに、有給休暇の資格を有する、労働者が、 1> 約1100万人に増加した。1930年代に労働党は分裂して弱体化し、ベビンは保守派が支配的となった政府と実践的な問題について協力した。ところがこの期間中、彼はますます外交政策に関わるようになった。彼はファシズムに断固反対で、イギリスのファシスト勢力融和政策にも反対だった。1935年、イタリアは 最近のアビシニア侵攻に対する制裁措置によって処罰されるべきだと主張し、彼は労働党の平和主義者に適厳しい批判を行い、労働党党首のジョージ・ランズベリーが周囲に両親を広めようと会議で、それに関してどうすべきか尋ねていると非難した。ランズベリーは辞任し、彼の公認で首相になったのが1931年の総選挙でランズベリーや、 スタッフ,フォード・クリップスと共に労働党として再選を果たした元労働党の大臣三人のうちの一人、クレメント・アトリーである。1935年11月の総選挙後、新たに議会に戻ったハーバート・モリソンが首相をめぐってアトリーに挑戦するも敗北した。後にベビンは、1947年にモリソンとクリップスがアトリーに対して、さらなる陰謀を企んだ時、アトリーに、 万弱の指示を与えた。第二次世界大戦期の英国情報省の依頼による、ベビンのスケッチ1940年、ウィンストン・チャーチルは、第二次世界大戦の苦難期間に国家を運営するために、挙国一致内閣を結成した。チャーチルは、平和主義な労働組合へのベビンの反発と彼の仕事欲求に感銘を受け、ベビンを労働権徴兵大臣の地位に任命した。 当時のベビンは実際には国会議員ではなかったので、結果生じた憲法上の逸脱を取り除くために彼のための議員の地位が急いで見つけられ、ベビンはロンドン選挙区のワンズワース中央の庶民院議員として庶民員の反対もなく選出された。国家緊急憲法はベビンに労働力と人材配分の完全な管理を与え、彼はこの前代未聞の権威を 戦争に勝つ手助けのためだけでなく戦後未来における労働組合の交渉上の地位を強化するために使うことに決めた。ベビンはこんな冗談を残した。グラッドストーンは1860年から1930年まで大蔵省にいたと言います。私は1940年から1990年まで労働省に行くつもりです。これはグラッドストーンの経済政策が 大蔵省の方針を統制したのと同じくらい長く、彼が労働省で自分の協議を残そうと絶望していたことを示唆するものである。結局、彼の管理法は約40年間行われ、ジェームズ・キャラハン政権下における不満の冬の後に英国の労働組合がベビンの協議を極端に受け取って、ゼネラルストライキを通じて政府の政策を変えようとした。 1980年代初頭のマーガレット・サッチャー政権の改革まで彼が導入した産業的解決策は戦後政権の移り変わりがあっても大部分が変わらずに残った。戦時中、ベビンは軍隊長周辺約4万8000人を石炭産業で働かせることに責任を負っていた。一方、 労働者階級の人々の賃金と労働条件の大幅改善を確保するために自身の立場を利用していた。彼はまた最終的に何百万人もの軍事要員と民間の戦争労働者を平時経済に戻す福音計画を策定した。ベビンは労働党が連立政権を離脱した1945年まで労働大臣だった。ヨーロッパ戦勝記念日に彼は ホワイトホールの群衆を見下ろしているチャーチルの隣に立っていた。アーネスト・ベビンとクレメント・アトリー、1945年、ポツダム会談の様子。クレメント・アトリー、アーネスト・ベビン、ビャチェスラフ・モロトフ、ヨシフ・スターリン、ウィリアム・リーヒ、ジェームズ・カイ・バーンズ、ハリー・エストルーマン1945年の総選挙後、アトリーはベビンを財務大臣に、ヒューダルトンを、ガイム。 英連邦大臣に任命する心積もりだったが、最終的に心変わりして、彼らの役職を交換した。その理由の一つに、労働者の国内政策において主導的役割を果たす、予定のハーバート・モリソンとベビンとの間で関係が、希薄だったようだ、との説がある。当時は、公立学校から外交官が募集されており、ベビンが言うには、 おそらく年老いて反抗的なエレベーター捜査員の他に、外務省で何らかの仕事を満足にやれるとは自分に想像できなかった。ベビンを称賛して、外務省常任秘書官のアレクサンダー・カドガンは、彼は多くのことを知っていて、いくらかの量を読む準備がされており、読んだ内容を取り入れているように思え、自分の考えをまとめ上げたり、反対する誰かに、彼の視点で対抗することができると記した。 チャームリーによって別の視点が提供されており、ベビンは難解ないくつかを読んだり書いており、アンソニー・イーデンによって頻繁に注釈が作られた形跡は外務省文書の検証ではほとんど見られなかった。これはベビンが自分の顧問との口頭議論の後で自己決断の大部分にたどり着くのが好きだったことを示唆している。しかしながら、 非常に強い個性の人物ベビンが彼の役人の手の内にいたというチャールズ・ウェブスターやセシル・オブ・チェルウット施策など同時大臣の懸念をチャームリーは否定している。ベビンの成功の大部分は彼がそれら役人の視点を共有したためだとチャームリーは主張している。ベビンの初期の経歴は共産主義者たちの激しい嫌悪を彼に残し彼は 共産主義者を仕事嫌いの知識人たちだとみなした。歴史家のマーティン、h ホリーは、ベビンが、ただ従うだけの親米ではないと主張する。その代わりに、彼は、米国の批判を中和した、イギリスの見解を反映するようワシントンにある、大使館を後押しした。彼は、イギリスの問題は一部が、米国の無責任によるものだと感じていた。ベビンは、 米国の態度に不満だったのである。彼の戦略は、ワシントンをイギリス政策の支援に回らせることにあり、イギリスは、米国の支持を得てナチスに対する犠牲を補うべきだと、主張した。フォーリーが言うには、ベビンは、冷淡な実利主義ではなく、無批判な新米派でもなかった。また彼は、英国外務省によって操られた人形でもなかった。 1945年にイギリスは戦争の結果として事実上破産したが世界的権力を残そうとして巨大空軍と長兵陸軍を依然として維持していた。1945年12月にベビンは国家破産の唯一にして真の回避手段として米国からの低金利39.5億ドルの融資を確保する重要な役割を担った。彼はもともと50億ドルを依頼していた。 債券費用は輸出の収益を最大化するために家庭内の禁縮を必要としたがイギリスの植民地や他の顧客国は彼らの準備金をスターリング残高としてポンドにする必要があった。返済する必要のない追加資金は1948年から50年にマーシャルプランからもたらされ、これはまた英国にビジネス観光のキ内化と貿易障壁の排除を 求めることになった。ベビンは軍事同盟内で西ヨーロッパをまとめる方法を模索した。初期の試みの一つが1947年にフランスと締結したダンケルク条約であった。西ヨーロッパの安全保障体制に対する彼の決意は1948年のブリュッセル条約の署名に新結を注ぎ込ませた。それはイギリス、フランス、ベルギー、 オランダ、ルクセンブルクを集団安全保障のための仕組みに引き入れ、1949年の NATO 結成の道を開くことになった。NATO は主にソビエトの拡大に対する防衛措置を目的としていたが、それはまたメンバーをより緊密に一緒に結びつけ、並行して軍隊を近代化させ、イギリスからの武器購入を奨励した。イギリスは依然としてフランスと緊密に連携しており、 両国は1960年まで、米国やソ連と共に、国際サミットでの主要なパートナーとして扱われ、続けた。大まかに言うと、1956年末月期での、失態と欧州大陸の経済復興が終わった1950年代、後半まで全てに、イギリスの外交政策が残っていたが、今では、共同市場として団結し、再評価されることとなった。ベビンは、 ナショナリズムの成長で直轄統治がもはや実施不能になった大英帝国に干渉的ではなく1947年にイギリス領インド帝国や近隣植民地からの迅速なイギリス撤退を承認した内閣の一部であった。まだこの段階ではイギリスは依然として中東焼プロスとスエズといった主要拠点において従属国のネットワークを維持しており アフリカ諸国の支配をこの先何年間も残すことを期待して、ベイビンは東アフリカに巨大な新しい基地の建設を承認した。ベイビンは我々は植民地帝国に物的資源を有している。もし自分たちがそれらを開発すれば、我々は米国やソ連に従属していないことを明確に示すことになるだろうと書いた。この時代の植民地輸出は主にマレーシアのゴム。 西アフリカのココは西インド諸島の砂糖とサイザルで年間1億5000万ドルを稼いだ。1948年末までに植民地輸出は戦前より50%高まったが一方で1948年前半に植民地輸出はイギリスの輸入の10.4%を占めた。戦後にイギリスがフランスとオランダが極東帝国を復興するのを手伝ったのは これが3番目の超大国権の形成につながることを期待してのものであった。ベビンは、ダンケルク条約がこの方向への一歩となるだろうと、ダフ・クーパーに同意し、またクーパーが初提案した時の1944年におけるイーデンの反対については、そうした動きがもはや通じなかったことでソビエトを仲間外れにできるかもしれないと考えた。1947年12月、 ベイビンは、米国が、イギリスの中東における戦略的、政治的、経済的立場を支持してくれるだろうと望んでいた。1950年5月、ベイビンは、ロンドンの外相会談で、米国当局は最近、我々が懸命に思っていたよりも、大きな尺度の欧州の経済統合を採用するよう、我々に圧力をかけてきたようだと語った。 1950年5月、彼は、米国と英連邦との関係からイギリスは、他のヨーロッパ諸国とは、性質が異なり、根本的に彼らと全面的な統合はできないと述べた。ベビンは、断固たる、反共産主義者であり、ソビエト連邦の批判者であった。1946年の会議で、ソ連のモロトフ外相は、ソビエトの政策を守りながら、 英国の提案を繰り返し攻撃し、そして全面的な不満の中でベビンは立って急に大臣の方へ向かっていき、警備委員に制止される前に叫んだ。私はこれで十分だ。くたばれ。冷戦の初期に彼は米国に強力な反共産主義の外交政策を取るよう強く進めた。彼は朝鮮戦争におけるイギリス戦闘作戦の主導者だった。来た。 大西洋条約機構と戦後ヨーロッパへの援助に向けたマーシャルプランという戦後欧州の二つの主要機関は、これら機関におけるベビンの努力が成し遂げた成果の大部分であった。保守党と大差ない、この政策は一部の若手の労働党下院議員には不満のもとであり、1945年議会の早期に彼らはより多くの左翼外交政策を推進するための キープレフト集団を結成した。1945年に、ベビンは、庶民院で国家が説明責任を負う世界の人々によって、直接選出された議会の研究があるべきだと語り、国際連合議会会議の創設を提唱した。アトリーとベビンは、労働党の親ソビエト派からの激しい反対にも、かかわらず、イギリスの原子爆弾生産という決定に協力した。 この決定は小さな閣内委員会によって密かに行われた。1946年10月、ベビンはこの委員会にこれ以上の費用がかかろうとも我々はこの代物を保有しなければならない。我々はその頂点に血染めのユニオンジャックをはためかせ続ける必要があるのだ、と語った。それは維新と国家安全保障の両方の問題であった。 費用を根拠にこの爆弾に反対する閣僚、ヒューダルトンとスタッフ,フォード・クリップス施策が1947年1月の会議から除外され、そこで最終決定が下された。エルサレムの安全保障区域は、ベビンの外務省任期中に、ベビングラットとも言われたイギリス委任党治療、パレスチナが終焉して、イスラエル国が創設された当時、ベビンは外務大臣だった。 この区域における外交政策でベビンはイギリスが表明した目標を達成することに失敗した。ベビンの中東情勢の扱いに関して少なくとも一人の解説者デビッド・リーチはベビンが外交的な成功さを書いていたと指摘している。ベビンは不適切で不快な発言をすることで悪い状況をさらに悪化させる傾向があるとリーチは主張する。彼は 紛れもなく物事を明け透けに話す人物で、そのいくつかの発言が配慮不足のため多くの人を攻撃していた。評論家は彼が反ユダヤ主義であると非難している。パレスチナへの移住を望んでいたホロコーストの生存者10万人のユダヤ人難民を直ちに認めるよう、トルーマン大統領がイギリスに圧力をかけてきた時、一つの発言が激烈な怒りを生み出してしまった。 レビンはユダヤ人を認めるよう米国の圧力がかかってくる原因としてパレスチナにユダヤ人10万人が収容されているためというのは米国の特にニューヨークのアジテーションである。彼らはニューヨークに多すぎるユダヤ人を望まなかったのだと労働党の集会で語った。彼は米国国務長官のジェームズ・カイ・バーンズが語ったことを単に再表明していた。戦後に ユダヤ人移民の制限を撤廃することを拒んだため、ベビンは、資本主義者の怒りをもらってしまった。歴史家のハワード・サッチャーによると、彼の性的リチャード・クロスマン、議会の同僚の労働党議員で戦争後の欧州、ユダヤ・パレスチナ問題に関する、アングロ・アメリカ委員会の親資本主義派のメンバーは、委任党治療が終焉を迎える、期間中のベビンの見解が、 シオン賢者の議定書に概ね合致していると不意調した。サッチャーの記述では、クロスマンは、ベビンの演説の要点は、ユダヤ人がイギリスと彼、個人に対しての陰謀を成功理に組織したことである、と公言していた。ベビンの電気サッカーランブロックは、ベビンが個人的な反ユダヤ主義によって動機づけられていたという、意見を否定した。フォルケ・ベルナドッテの葬儀に参列。 1948年9月、左からアレクサンダー・カドガン主釈、アーネスト・ベビン、ジョージ・マーシャル、ウィリアム・ライアン・マッケンジー・キング・イギリスの経済的、脆弱さと米国の財政支援への依存は、彼に大替案をほとんど残さず、パレスチナ政策に対する米国の圧力に屈することとなった。1947年1月に再開されたロンドン、6カ国会議で、 ユダヤ側の交渉者は核兵器を受け入れる準備のみできており、アラブの交渉者は単一国家だけとした。どちら側もイギリス統治のもとでの限定的な自治は受け入れないとした。合意に達しない場合、この問題を国連に任せるとベビンは脅したが、いずれの代表者もこの脅迫に心揺らぐことがなかった。ユダヤ側の代表者はベビンがはったりを言っていると確信していたからであり、 アラブ側は国際連合総会以前に自分たちの根拠が優勢であると確信していたからである。そのためベビンはパレスチナ問題の熟慮解決を国連に要請すると発表した。一週間後、パレスチナでの存在感を維持するというイギリスの戦略的論理は同年8月にインドから撤退する意図が発表された時に削除された。国連が パレスチナの将来を支持できるようになる決定は、1947年2月にパレスチナのイギリス移民統治が機能不全になったというアトリー政権の公式宣言によって正式なものとなった。その結果として生じたパレスチナ分割決議で、ベビンは大多数の提案はアラブ人にとって明らかに不公平で両親にある我々が、 どのようにそれを和解させればいいのか見えてこないと発言した。委任統治の残りの期間中、ユダヤ人とアラブ人コミュニティ間の戦いが激化した。委任統治の終了とイギリスのパレスチナ最終撤退はイスラエル独立宣言と1948年の第一次中東戦争によって明白なものとなり、5つのアラブ諸国がこのコミュニティ間の戦いに介入した。アラブ軍は イギリスの士官によって軍隊が訓練され統率された最も実動力ある国家ヨルダンによって引きられた。この戦争はイスラエルをもって集結し、ユダヤ国家創設のため国連によって割り当てられた領土に加えてアラブ国家創設のために国連によって割り当てられた委任等治療の大部分をも管轄に組み入れた。残りはヨルダンとエジプトの間で分けられた。 数十万人もの圧倒的多数のアラブ市民が場所を追われた。ベビンは一般にシテルンギャングとして知られている過激派のユダヤ人武装組織ルる軍トレヒによって実行に移されたイギリス軍への攻撃に激怒した。キング・デビッドホテル爆破事件まで、ハガナーは直接攻撃を少なくとどめ、その後は違法な移民活動に限定した。機密解除されたイギリスの情報ファイルによると、 イル軍とレヒは1946年にベビン自身を暗殺しようと企てていた。ベビンはイラクとの間でアングロイラク条約を交渉し、イラクの外相ムハマド・ファデル・アルジャマリによればパレスチナから撤退するイギリスの事業はすべての領土が速やかにアラブ占領になるような形で行われた。ロンドン南部サザーク区にあるアーネスト・ベビンの共造健康状態の悪化で、 1951年3月にベビンはやむなく王子証書への移動に同意した。彼は私は支配者でもないし、枢密院でもないし、アザラシでもないと語ったと言われている。彼は翌月に亡くなり、まだ自分の赤い箱に鍵を持ったままだった。彼の遺体はウェストミンスター寺院に埋葬されている。1952年にスタッフォード・クリップスの死に際してアトリーが BBC による追悼放送に招かれたとき、彼はアナウンサーのフランク・フィリップスによって気遣われていた。放送後、フィリップスは飲み物のためアトリーを接客室に連れて行き、会話をするために行った。スタッフ・ホードデンを亡くされてご心痛だろうとお見受けします。死者アトリーは彼を凝視した。あなたはアーニー・ベビンをご存知だったかな私は彼に会ったことがあります。死釈と、 フィリップスは答えた。私が亡くなったことを悔やんでいるのはその人物だよ。歴史家であり、電気作家でもある。アラン・ブロックは彼について次のように表している。ベビンは19世紀前半のカースルレイ、カニング、パルマーストンらによって作り出された伝統の流れを組む最後の外務大臣だ。20世紀の外務大臣としては、ソルズベリー、グレー、オースティン・チェンバレンの後に続くのだが、 その後継者となる人物は現れなかったのだ。ベビンの胸像は、ロンドン南部のトーリー通りにある、デボンマンションの向かい側、急戦とオレブズグラマースクールの敷地にある。ありがとうございます。